ずい仕事してるよ。あーダメどうだ。先生、先生、松尾さんに見られる。ちょっと働いてる。さっきから一回も材料を触ってない。あいつ一回も触ってないでしょ、今日朝から。はい、どうもーす。おはようございます。はい、どうもーす。はい、どうもとおはようございます。どっち行ったかわからんレベルの。はい、どうもーす。言い方ですけど。本日、刈谷に君の彼氏と、はい、たけちゃんが、久々に足場のちょっと動画、いいもの撮れたっていうことなんですけど、久しぶりに現場風景をね、今日久々にタレコミが入りまして、辻隆二とまっちゃんが、うん、はい、正反対の2人ですよね。正反対。隆二は ちなみに視聴者の皆さん、さっきの積み込みとかもよう俺はもうサボってる携帯ばっかりしてるの見るんですよ。夜ね、夕方の6時とか行ってもね。でそれはもう正反対の混ざり、真面目一本みたいな、やることはしっかりやるみたいな。そうそう、翔が責任者だから、まあ人配置決めてるけど、翔が決めたりじゃん。まあ、リュウジさん一人は心配だてぐらいな感じで、走行作業って言って、あの土場作業、積み込みだけして、トラックのリース品を返却で溜まってきて、リース品を今去年容器を使ったやつを返却してるから、二人でまあ多分トラックでピストンしてると思うんですけど、まあでも分かんないですけど、その資材返却ってなってただけで、二人が、うん、積み込みしてもう二人ともが一緒に返却しに行っちゃってるのか、2台で行ってるのかどうぞ、2台で、そうそう、2台で一緒に行ってるのか、うんうん、分かんないんで。違うでしょ、リージのことなので。いや、いいでしょ、マザー君、別に一緒に行ったらめんどくさいで、一人積んだら行けばいいでしょ。そんな感じじゃない、絶対松田さんには。いやいや、リュウジがね、リュウジが、じゃあ松田さんには、いやだけどリュウジの先輩じゃん。まあ年は上だけど、そうだけど、なんていうの、そんな松田さんにそんな感じで、いやなんかうまくやりそうだね。でもリュウジうまいだろ、なんかうまそう。いやで、まあ、今ちょっと土場の近くで今コンビニで待機してるんですけど、はい、土場にいるかいないかも分かんないし、あれですけど、俺の予想は土場で TikTok 見て、いやでバーン入ったら、いや仕事ごと行ってみしゃとか言って絶対行ってる。TikTok とか携帯じゃなくても、うん、ハウスの中にいるかもしれんって予想できる。あ、そうだな、ハウスの中におるっぽいな、うん、でなんか休憩なんでか、うん、何かしら、なるほどね、うん、何かしら、うん、そういう適当な言い訳というか嘘をついて、うん、ハウスの中にいる。そうそう、あいつしかも顔色変えんだろう。ただただ俺はあいつにサボっててほしい。まあ動画的にはね、動画的にもそうだし、あいついじめてピチーってなったらもう今日一日楽しく仕事できるから。でもなんか違う、だから社長が例えば何かいじったとしても、なんか曲げないリュウジさんがおるから、全然曲げんじゃん、あいつ。そう、何かしら言い訳するから。リュウジさんがサボったってちょっとしたショート動画をミオのインスタに上げただけで4万とかいくんだよ。嘘。うん、もしあいつサボっとったらもう今日美味しい昼飯食べようか。松田さんと3人で食べよう。リュウジさんお留守番。あ、いるんじゃない、空いてるもん。空いてる、空いてるってことは俺だ。あ、携帯してる、誰か携帯してる。マジ座り込んでる。絶対に視聴者の皆さん先に言っとくわ、うん、パッていくじゃん、うん、iPhone って画面変えれるじゃん、うん、で、言うことは、いや、あの、スケジュール見とったんですよ。ああ、仕事コートやってましたみたいなね。リュウジさんいる、リュウジさんいる。なんか指示出しとった。歩いてるだけやん、仕事してるやろ。案の定なの。やばい、バレるバレる。全然仕事してるやろ。ああ、やばい、松尾さんに見られる。やばい、なんか見られてる。見られてる。あ、ほら、携帯立ってるもん。あ、携帯立ってる。あいつ何歳か来たら18分ぐらいから来たんじゃないって言ってた。もうなって10年ぐらいか。こっちはカメラ持って必死に走り回っとるな。15年やってる社長でも走り回っとっても、10年ぐらいの彼は指揮してます。おい、龍二さん、仕事するな、仕事するなとか言って。龍二、仕事するな。龍二さん、仕事するタイプじゃないでしょう。仕事しちゃダメだよ。サボってないと。あ、朝日に呼ぶか。待ってよ、朝日に呼んで携帯取らそうか。朝日に俺の携帯をどっかに設置しようか。おはようございます。お、それいい。あ、そうです。まあ、ちょっと泳ぐ。今、ドバです。あ、ドバで、何やってんの。ドバで、今、今日、資材の返却だったんですけど。あ、そういうこと。ちなみに、今、近くにリュージおる。近くにいない。ちなみに、俺、詰め処理、
ずっとさっきから30分前からいるから、あいつのサボりを隠し撮りしてるから、ちょっと一回こっち来てさ、俺の携帯をさ持ってってどっかに行ったら隠し撮りしてくれ。わかりました。ここ来れる？あ、見る近くしたら。やばいやばいやばい。さりげなく、で、あとさ、来る時にさ、詰め所の中が見えるかどうか、歩きながらどれぐらい見えるかって言ってくれ。で、ゴミ捨てるふりしてちょっとこっち来てくれ。で、俺録画した状態でもう携帯用意しとくね。はい、はい、よろしいです。お疲れ様です。見えてます？全然見えるでしょ。見えないです。この辺まで来ないと全然見えないです。どうなんです？ちょっと働いてる。さっきから一回も材料を触ってない。あいつ一回も触ってないでしょ、今日朝から。カメラに向かって、うん、カメラに向かって、これで美味しいご飯決まるんですよ。ただ俺らが30分ぐらい見てる中では一回も自然に見えてない。ここ片付けもしてるんだよ。片付けっていうか、まあちょこっと汚いとこ。リュウジなんかやったんですよ、私。ちょこっと触ったぐらいですかね。何時からやってます？何時からやってます？いや、多分9時過ぎとか。自習生もマジで働くでしょ。まあ、あいつらはちゃんと時間通り。自習生だけど行ってもマジで働く。サボるってことがないから。うち、めめめパートナーで自習生、はい、ぜひ、はい、送り出ししてますので、リュウジとは偉い違いです。天と地の差よ。変わってしたぞ、変わってしたぞ。朝原お、動く気になったか、松田さんいないから。変わってしたぞ。松田さんいないと動くんかな。あれもなんか材料触ったら優勝かな。携帯変わってして携帯しかも変わって変わって片手だけ一回両方つけてまたバーッとくるな。何やあいつ。一回両手したよね。今松田君どこ行ったんだ。ダメ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 。一回待ち上げてどうなるか。どこ行って立つかとか言って喋ったのかな。武器を持ったぞ。どんか。すごい触ってるわ。知ってんじゃないの？気づいたんじゃないの？なんで仕事してるんですか？なんで？うわ、だからやったんだ。しょったんか。うわー、アルファード見えた？アルファードね、社長が見えた。あ、さ、隠れてるのがってことですか？うわー、だからなー。お前、働いとんか、お前。お前、正君がちゃんと聞いとるよ、お前。俺ら来る前、一回も仕事してねえ。材料持ってねえって言ってたぞ。正君、証言済みだぞ、お前。リュウジさん、仕事しないでくださいよ。なんだよ、おんねか。やたら働くなと思ったんだよ、リフトのリアシ。違う。いつも通り。いつも通り。好きな、お前、なんか。さあ、バレてたのか。おったんか。察知能力がなくなった。全部見えたから。ああ、そういうこと。誰かおるの。あ、で、多分あそこの門のあれで隠れてる時ですよね。中入った時じゃなくて。そうそう、本当門の。車止めてうちらが降りてさ、覗いたじゃん。ああ、そう。覗いた時に多分バレてるんだよ。そりゃそうだよな。仕事もしんと、お前携帯いじって、片手はポッケ、片手はお前携帯やったら、それはお前外ばっか見れるわな。いやいやいや。おい。検索してます。無検索だって。無検索は宣伝しようすごい。なんだ面白くねえな。察知能力がなくなってきたから。なんだろう。すまらんな。めっちゃリュウジさんサボってる予定できたのに。まあ行くわ。じゃあ、はい、じゃあ皆さん、はい、彼は気づいていました。気づいていました。ちょっともうだんだんするとくなってきた。そりゃやるよねって。するとくよ。仕事もしんとお前キョロ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 してる。お前それはするとくやもん。そりゃやるよねって。まあな。はい。足場、はい、今ちょっと材料借りに行くけど、足場の買い取りまだまだ全然、継続中ですんで、ぜひ買い取りと、3月の19日、ゴルフ。ゴルフコンペ。ゴルフコンペ。で、なんかアドレスかなんか登録すると、そう、2メール。案内行きますよ。目と見返やったりとかいろいろしますんで、ぜひ登録、まあ、ゴルフコンペに参加しんでも、そのメールアドレス登録してくれると、なんかイベントとかいろんな、まあ、リュウジさん倒したい人とかそういうね、なんか足場の職人されて、そういう企画やりたいな。なんか、まあ、その時によって企画が違うよって。ああ、そう。リュウジさんオフ会とかあるかもしれない。リュウジさんのオフ会。やばいやつ。なんで女の子いっぱい来てくれたら嬉しいです。何もできてない。足場やね、ここでなんか足場組みたいけど面白い。ああ、はい、日曜日とかね。同じ材料でね。足場さんが入ってくれると。まあそうですね。足場系はそう。まあでもいろんな職種の人が来てほしいね。
あ、飲み会とかもあるからね。逆に足場貸してほしいっていう人もありかもしれない。あ、全然。まあ、なんか、はちょっとやってないけど、何かしらの連絡手段みたいな感じで使ってくれたりね。そうだな。ぜひ、登録よろしくお願いします。はい。せーの、サボってねー。サボってくれよ。サボってくれよ。